目を開けたら日差しが顔を照らしていた。体は泥にまみれ、服もボロボロだった。靴を一足なくし、そして自分がどこにいるのかもわからなくなっていた。四方を木に囲まれていて、他に誰も見えなくなっていた。友人のショナと一緒にキャンプ旅行に行ったのが全ての始まりであった。4ヶ月前にこの旅行の準備を始めた。必要な食料や機材も全て買った。ビッグベア湖は大学に入った時にショナと一緒にキャンピングに行きたいと夢見ていた場所だった。ビッグベア湖に到着した時誰もいなかった。僕たちはラッキーだと言われた。天気は良かった。見上げると鳥たちが頭上を飛んでいる。このキャンプは最高だ。最初に僕たちはテントを組み立てた。そしてその周りを見て歩いた。最後にキャンプファイヤーのために木を集め始めた。集め終わった頃に葉も夜になった。ショナがすぐに集めた木を積み重ね、キャンプファイヤーを始めた。その夜はとても寒くなった。でも、キャンプファイヤーの火が僕たちを温め続けてくれた。僕はショナと一緒に飲むお酒を持ってきていた。一杯目のお酒は僕の体を温めくれた。一瞬目を閉じてお酒の風味を楽しんだ。再び目がさすめる頃には見覚えのない床で横になっていた。どこにいるのかわからなかった。そしてショナの姿が見当たらなかった。周りを見回しましがったが、木が密集していて何も見えませんでした。心配し始めた。私はどこにいるのだろうか？何が起こったのか？お酒の中に何が入っていたのかと考えたが、私が昨夜一杯しか飲まなかった。僕は歩き始め、自分の居場所がわかるものがないかと聞き耳を立てた。この葉を取り抜ける風の音と水の流れる音がした。川が見えた。やがて湖に戻れると思い、川をたどることにした。川沿いを歩いていると不思議な気持ちになった。後ろから何かがついてきているような気がした。僕は時々振り返ったが、何もありませんでした。森は暗く影の中に何かの不気味な気配をずっと感じた。僕はどのように死んでしまうのだろうか考え始めた。熊に襲われて、それとも何かもっと怖いこと、それとも僕は飢えて死ぬのだろうか。川幅はかなり広くなり、もうすぐ湖にたどり着けると思いた。すると小枝を踏みしめる音が聞こえた。僕は怖くなり、すぐに走り始めまった。何か
追いかけてきている。後ろから足音が近づいてくるのが聞こえた。誰かが出てきて僕を助けてくれることを願って、僕は助けをもも求めて叫び始めた。僕はつまずいて足首をひねりた。痛みは耐え難いものでしたが、アドレナリンは痛みを止めるのに役立ちした。後ろにある何かがどんどん近づいてくるのを感じた。その時目の前に湖が広がってくるのが見えました。近づくにつれ目の前がだんだんと暗くなり眠くなり始めました。必死になって最後まで手を伸ばそうとした。すると突然目の前が真っ暗になる。その時、ジュン、ジュン、ジュンという呼び声が聞こえた。目を開けると、ショナが目の前にいて、キャンプファイアの場所に戻っていた。僕はショナに居眠りをしていた？と尋ねました。ショナは僕がお酒を飲んだ後、眠ってしまったと言った。彼は私に話をしていて、それが終わるまで僕が眠っていることに気づかなかったと言った。僕はとても混乱した。今までの経験は夢だったのです。とてもリアルな夢だと思った。立ち上がった時、足首はまだ痛く、体が巻かれていた。キャンプバーに着く前にそれをつけていたか覚えていません。これは本当にただの夢だったのだろうか？